皆さんどうもこんばんは、暗号ボーイです。今クリスマスのシーズンに入りましたね。ということで、今日はリース作りの方をしていきたいと思います。まず用意するものなんですが、これさつまいものつるです。つるを干して丸くしたものですね。丸く成形したもの。あとはですね、まあフェリエで買ってきたんですけども、ベルの飾り、リボン、これですね、リースの飾りです。でこのリースの飾りなんですけど、足りなかったらいけないので、予備用にここにもう一つ買ってきてあります。あとはですね、このバンドボンドですね、何でも使えるバンドボンドを買ってきております。でですね、まあやり方なんですけども、まあ超簡単ですね。まずはですね、これですね、つけたいところにボンドでつけていって、こうやってですね、つけていって、今つけたいところに行ってましたので、あとはこうやってくるくるくるって巻いていくんですね。まあ本当はですね、グルーガンとかがあったらより強度の良いものになると思うんですが、こうやってですね、まんべんなくつけていって、ちょっとずつ巻いていきます。こうですね、こうやって引き出しながらくるくるっと巻いていくと、いいですね。めっちゃ簡単ですよね。くるくるくるっと、こうやってですね、いやもうね、街中ね、クリスマス一色ですよね、本当に。でですね、こうやってリース作っていくと、ちょっとね、この羽とかも意識しながらね、綺麗にね、こうやって巻いていくと。いいですね、来ましたね。ちょっと足りないかもな、ちょっと足した方が綺麗かもしんないなと思うんですけど、でまあ足りるのが一番いいんですけどね、いいですね。足りるかな。OK。おなんとか足りそうですね。で最後ここですね。最後はよく止めておきます。あ、なんとか一周いけましたね。ということで一周リース完成しました。でここにですね、買ってきたこのちょっとアクセントとなるリボンとか鈴とかをつけていきます。でボンドはちゃんと2つ締めておきましょう。もう今4分ですね。さあ何分ぐらいできるのか。こんな感じで、まあ可愛いリボンがあるので、これをこういうところにね、ちょっとアクセントで、ああ足りないのかな、うん、ちょっと思ったよりも針金が短かったな。
丈夫、足りますね。はい、ということでこうやってねつけていきます。ちょっとアクセントにねなるんじゃないかなと。おーノー、リボンが取れました。これは意味ないですね。ちゃんとリボンの形を作ってから巻くようにしましょうね。ハプニング発生しておりますが、はい、気にしない、気にしない、はい、ということですね。贅沢を言うともう少しあれだな、このリボンがこの針金のとこが長かった、嬉しかったなというようなところなんですが、ちょっと短かったですね。よいしょ、結構このリース自体ががっつりしているので、うん、ちょっと残念でしたね。あとこいつめっちゃちぎれるかな、なんでや、これはあかんやん。なんかいい方法ないかな。これもちゃんと多分厳密には止まってないな。と細いとこ、こんな中途半端やったら多分すぐ取れるんですよね。ただ色綺麗でしょ、緑に赤、とっても色映えるんですよね。いっそのこともボンドでくっつけちゃおうかな。なんかボンドでくっつけた方が早い気がするな。こうなるとちょっと結びたかったんですけど、ここにボンドつけてこうやっていこうかな。ちょっと、ああ、ちょっとこれも、ここにこう、ここにボンドつけて、はっつけていく。そのことをボンドで溜めちゃった方がね早い気がするので、ボンドで溜めることにします。こんな予定ではなかったんだがしょうがないですね。ボンドで、溜めていきます。ちょっと見た目いいんじゃない、見た目いい感じじゃない。最後これですね。最後このベルつけて完成です。いや、このベルもちょっと短そう。さっきよりか長いか、いや短い。
さっきのより短い、下手したら。いや、ダメだ。これは絶対ダメだ。つけれないやつだ。ありゃ。これはもう、ここで引っ付けちゃいましょう。ベルも4つあるので、ここにつけましょう。ちゃんと一応ね、ボンドもつけて針金もつけてあるので、乾いたら多分しっかりすると思います。ですね、ここにボンドをちゃんとつけて、どこ行こうかな、ここつけた、ここら辺行きましょうか。ちょっとリボンもあってうっとくなってますけど、よいしょ、この辺がっつり止めていきましょう。よいしょ、3つぐらいでいいかな、4つつけようと思ったということで、クリスマスリースの完成です。手軽にできるのでね、もしよかったら皆さん作ってみてください。あ、ちゃんとボンドの蓋は閉めておきましょう。はい、ってなことで工作動画最後に見ていただきありがとうございました。ちょっとこのクリスマス気分いいなと思った方、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。